鎌倉シャツの愛称で知られるメーカーズシャツ鎌倉が3日に市民会館でビジネスウェアの着こなしセミナーを開きました。メーカーズシャツ鎌倉株式会社は国産シャツを製造販売していて、鎌倉シャツの愛称で知られています。鎌倉シャツは今治市内の企業と協力し、今年5月から市内で綿の高級品種長長綿のオーガニック栽培に取り組んでいて、収穫した綿から糸、生地、シャツを作るしまなみコットンプロジェクトを展開しています。そしてこうした活動がきっかけとなり、今回のセミナーが開催。鎌倉シャツのスタッフ3人が講師を務め、まずはじめに抑えるべきポイントとして、サイズ感、清潔感、統一感の3つを挙げ話をしました。大きいからバットって話ではなくて、どこが大きいのかというと、写真で見づらいんですが、右の写真の方はネックサイズがまず大きすぎて、ネクタイをぐっと締め上げた時に襟元が少し重なってしまっているんですね。そうすればクールな着こなしができるというシことャツでのはあサイるんズです選けびのれコツど、は、ネックサイズは人差し指1本分のゆとり、肩が落ちないフィット感、身頃はウエストサイズプラス14センチほどのゆとりをとアドバイス。シャツの襟型や柄、ネクタイなどについても解説しながら、自分がなりたい雰囲気をイメージして、いろいろなコーディネートに挑戦して楽しんでほしいと呼びかけていました。開けすぎというものは注意してください。真ん中を留めるデザインのスーツが主流でして、今っぽくこう素敵なスーツをお召しになるのであれば、三つボタンにトライしていただけると良いなと思っております。ここで言うと分かりやすいアイテムは、この日は午前と午後の2回セミナーが開かれ、市内の企業や市役所などから男女合わせておよそ150人が参加。コーディネートに重要な生地や色の合わせ方、具体的なスタイリング例の紹介などもあり、これからのビジネスシーンに生かそうと熱心に話を聞いていました。メーカーズシャツが展開しているしまなみコットンプロジェクトは、原材料の生産から製品の販売までを国内で完結させることで、国内繊維業界の活性化や環境負荷の低減を目指す取り組みで、市内高梁市にある拠点、しまなみコットンファームでは、今年5月に植えた綿が順調に成長し、11月中にプロジェクト初の綿花収穫が行われるということです。なお、今治 CATV では、ビジネスウェア着こなしセミナーの模様を番組でも放送する予定です。ぜひご覧ください。